城の地下にこんな空間があったなんて。結構な広さよ、ここ。この広さならどんなペットでも飼えるな。ちょっと、いくらなんでもこの広さじゃ持て余すわよ。そんな大きなペットがいるわけ。モグラ？まさかこの地下通路もこいつらは。地面に潜られたら厄介だわ。潜る前に何とかしないと。みたいなことしてるからよ。言っておくけど、助ける義理は。ああ、もう。それ以上はダメだった。何？何なの？回復したんじゃないの？なんだ？これ、体がちぎれそうだ。カグラ！こんなところでくたばるわけには。それがあんたの本当の姿なの？そうかそうか、アヤの血が私の体に入ってなんだか最高の気分だ。ヘイモー、タイムトゥリベンジ。Yeah.
腕が鈍ったってことにしておこう。道がないなら作るのみ。ここってどこなんでしょう。さあな、わからないけど大した問題じゃない。でもお姉ちゃんも同じような状態だとしたら心配だ。アヤさんと姉さんが一緒に落ちていくのが見えたので二人は一緒にいると思いますけど。それが心配なんだよ。もしかしたら落下の時に怪我をして。いやいや、それよりも2人でうまくやれてるんだろうか。心配だ心配だ。大丈夫ですって。私の姉さんはあれでも意外と分別があるんですよ。ところでサキさん、あなたは本当にアヤさんのことが好きなんですね。うるさい。さっさと行くぞ。もしもし、応答してください。アーナさん、聞こえますか。こちらサーヤです。サーヤ、無事なのね。はい、サキさんも一緒です。でも、姉さんと隠れてしまって。心配しないで、カグラは無事よ。アヤも一緒にいるわ。よかった、やっぱりアヤさんと一緒に。アーナさんと連絡がつくなら、とりあえず一安心だな。あなたたちも大きな怪我はなさそうね。はい、ありがとうございます。
ー